インターフェース株式会社です。組み込み機器の受託開発ソフトウェアハードウェアを行っております。3つソリューションを展示しておりますので1つずつご紹介させていただきます。インターフェースではお客様のご要望に合わせて受託開発から量産製造まで対応させていただいております。量産製造は国内長野の諏訪で全て対応させていただいておりまして、ワンロット数台からワンロット数百台千台程度の少量から中量の量産製造を行っております。最近の実例ですと、こちらの IoT 向け LPWA のユニットの方をご提供させていただいておりまして、納品形態は基板単体のものから筐体に格納した形まで取り扱っております。量産から製造までお困りな方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただけたらと思います。インターフェースの小林です。よろしくお願いします。弊社では受託開発メインでやっている会社なんですけれども、その中で20年ほど前から USB 開発が非常に盛んになってきまして、その開発の成果をまとめた形で、こちらの USB ミドルウェアというソフトウェアを出させていただいて皆さんに使っていただいています。特徴としましては非常に小さいサイズで動作するというところが特徴になっております。なので例えば USB メモリーから機器のアップデートを行うとか、そういったことにも応用いただいております。あとは開発としまして、計測器の開発ですとか、マイクアレイの開発ですとか、そういったところに USB を応用して使っていただいております。非常に USB が得意な会社となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。オーディオ&ミュージックということで、こういったさまざまな音響機器とか、電子楽器の開発事例を展示させていただいております。弊社が今力を入れている部分としては、こちらの ITF ネットオーディオというソリューションになります。こちらはネットワークオーディオのソリューションでして、DLNA とかオープンホーム、あとルーンレディ、ディレッタなどといったプロトコルに対応したものになっておりまして、今後もさまざまな機能を拡張していくつもりでおります。具体的にはストリーミングサービスですね。Amazon Music HDタイダル、クーバス、スポティファイ、そのあたりのサービスに対応しようとしております。でこちらがスポルツアート様の製品になるんですけれども、実際に ITF ネットオーディオが入っている製品になりまして、コントロールアプリから曲を選んで再生するっていうところのデモをやらせていただいております。以上、3つのソリューションを、ご紹介させていただきました。弊社では幅広く、組み込み開発の、ソリューションをご提供させていただいております。ご用命の方はぜひ当社までご連絡ください。